ご存知、橋本でございます。はあ、疲れてるね。はい、今回ですね、もう早いもんで試乗が来ます。4月の試乗が来ます。はい、で、今回ですね、宮城県甲府市場、7月市場はですね、ちょっと変則的なね、いつもの週の並びと違って、まあ祝日を挟みましたんで、17、18、19、水、木、金の開催になっております。はい、それでは早速行ってみましょう。宮城県甲府市場。我が家のジョジョ牛、今回は2頭です。さあ行ってみよう。はい、ということで、今回の我が家のジョジョ牛なんですけども、去勢メスの2頭ジョジョになります。はい、それではまず1頭目行ってみましょう。1頭目メスです、どうぞ。はい、こちらですね、メスの肥育では目下ね、今のところ最低、本当にね注目されています、夏ユリの産子になっております、母が、先を三国桜の並びになっております。はい、ね、ちょっとねこれ結構早出しなんですけども、その割には結構ボリューミーな感じになってくれてるかなと思っております。はいね、まあ、成長曲線の方も良好でございますんで、ぜひですね購買の検討の方よろしくお願いいたします。はい、それでは2投目、2投目でございます。2投目いってみましょう。2投目こちらどうぞ。はい、こちら去勢でな、去勢となっております。夏勝十勝人工授精所の夏勝、それから鷹の国の並びになっております。はい、いやーこいつもね、まあ、ちょっとこじんまりはしてるのかな、もうちょい伸びがあってもいいのかなとは思うんですけども、この通り VV を見てもらいますと、おーね、良好な感じで、本当に綺麗にまとまった枝肉にはなるんではないかと期待されると思われます思われます。はいね、ぜひですね、こちらの去勢の方も検討の方よろしくお願いします。はい、ということで、今回ですね7月市場ちょっと変則的な日にちの並びになっておるわけなんでございますが、いやね本当6月大変な目に遭いました。大変な目に遭ったっていうかどうなのかね、もう市場自体がねあんな感じになっちゃってたんで、いや本当にね、今回の市場も心配になされている繁殖農家さんもたくさんいると思いますし、まあ、肥育屋さん、ね、例の件がどう動くのかということで、気になっている方もいらっしゃると思うんですけども、本当はね、多分予定では明日やろうとは思っておるわけなんですけども、まあ、畜産機器シャープ3ということで、橋本が聞いた見た要請したその実情っていうことを、まあ、報告として、上げさせてもらう予定でございますが、その中でですね、本当に、ご苦労なさって、本当に、ね、ありがたいことでございますけども、市場の関係者の方が、動いてくれて、県外それから県内の肥育屋さんにぜひまた購買の方に戻ってきていただきたいということで、農家一軒一軒ね回られて、お声掛けさせていただいて、おったそうです。本当にね、関係、機関の皆様本当にありがとうございますとともにですね、本当にですね、肥育屋さん、肥育の方も本当にこの枝肉が安くなってきている中、本当にねご苦労されてると思います、本当に頭が下がる思いでございます。で、その中でもですねぜひですね宮城県甲府市場の方を選んでいただいて、ぜひですね購買の方よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はこの2頭の上場になります。いや本当ね、ここ1ヶ月間ね
いろいろ自分もやらせてはもらったんですけど、まあやっぱ自分の力不足を痛感するような形にはなるんですけども、まあそれはねちょっと来明日上げたいと思いますんで、そちらの方をご覧になっていただければなと思っておりますし、とりあえず明日からですね、いよいよ市場が宮城県甲州の7月市場が始まります。ここの中でですね、まあ価格がどう動くのかで、本当にですね他県を見ますと、まあ本当に肥育屋さんの努力で、価格を維持されている市場もあります。そういったね市場もありますんで、本当にですね、頑張って、皆さんで乗り切っていきたいと思いますんで、ぜひですね、応援の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、7月市場速報も、多分ねこれね本当に申し訳ないんですけども、市場速報ねまた1日ずれるかもしれないです。っていうのも、その日ね橋本会議ありまして、ちょっとどうしても外せない会議で編集がねできないかと思われます。大変申し訳ございませんが、今回の市場速報は、1日ずれた、土曜日行わせていただきますんで、ご了承の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、今月橋本の、ね、市場の方参りますんで、ぜひですね、その現場の意見、今こんなことで大変だ、今どういう風になってるんだろうっていうことをね、いろいろね何でもいいんでお話しできる機会があればと思っておりますんで、ぜひお声掛けの方よろしくお願いいたします。それでは市場で会いましょうということで、今回、2頭上場になります。ぜひ購買の検討の方よろしくお願いします。最後までご視聴誠にありがとうございました。